山根さんメッセージありがとうございます。そして山根さんのお父さん同じくねメッセージありがとうございます。いつも拝見しております。そして YouTube をねご覧の皆様、本当に2019年大変お世話になりました。 YouTube ってのは私の人生もそうですし、私の世界もそうですけども、おそらくですね皆さんの世界も広げていると思うんですよ。もちろん YouTube をされている方は大いに感じていると思いますけども、 YouTube を見てるだけの方も感じていると思うんですよ。例えばね、その見逃したテレビが見れるっていうのもね、なかなかね楽しみですよね。それから自分の知識が広がっていくのに、最近は YouTube を使うことも多いんじゃないかなと思うんですよ。それはですね、テレビとか新聞とか雑誌の専門家が語るようなもっともらしい意見ではなくて、普通の人の感覚に私たちは飢えてるんですよね。普通の人がこういう時どうするんだろうか、自分と同じ立場の人はこういう時に何を考えてるんだろうかっていうのがものすごく面白いんですよ。人工的に作り上げられたタレントという方がね、もっともらしいことを言うのもそれもね一理なんですけども、私たちはもうねそういうことではなくって本音で語る人を求めてるんですよね。でそういうところで共感し合う YouTuber っていうのが生まれてくるんではないかなと思います。特にこういうのはね40代とか50代の方が向いてるような気がしますよね。そこそこ人生を生きてきて、いろんな経験をしていろんな失敗をしました。そして残りの人生30年あるのか40年があるのか分かりませんけどね、そっちに向かって誰とどういうふうに向かっていけばいいのかってことがいろいろと参考になると思うんですよ。そして50代になると考えるのがやっぱりね家族との別れですね。そういうのが本当に目の前に迫ってきます。でいろんな問題があるこの日本というところでいろんな希望もあると思うんですよ。でそういったものも混ぜこぜにして私たち、第一線で何かをやるものっていうのはやっぱりね昭和じゃない40歳とか50歳こういったものが社会にもう一発花を咲かせるためにねこれからの10年20年使っていくと思うんですよ。まあ、そういうのも込みで山根さんがやろうとしていることってのは、私はいつも言いますけども、西アーカラソンっていうのは日本の10年後の未来をいつもね先に示してくれてると思います。不思議でしょ。なんか山奥に取り残されたようなその村がね、西アーカラソンがね未来を示してるなんてどういうことだって言われますけども、そうなんですよ。今日本というのは少子高齢化、そして人口減少、インフラの整備、行き届かない行政、こういったいろんな問題抱えてますけども、まさに西アーカラソンというのがそれをねもう一足先に先取りしてるんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれにどのように、対抗していけばいいのか、どういうふうに取り組んでいけばいいのかってことを西アーカラソンの山根さん、はじめ皆さんがね見せてくださってるんではないかなと思います。きっとですね、西アーカラソンの山根さんの、動画っていうのはこれから徐々に日本全体の財産になっていくと思うんですよ。そういった視点でも見ていただければ私も嬉しいかなと思っております。それでは2019年本当にねたくさんの喜びをいただきましてありがとうございました。これからもねいろんなご指摘とかね、お叱りとかあるかもしれません。速稼塾の放送はなんせねちょっとね悪ふざけもたまにありますんで、そういったことも込みでね見ていただければ幸いでございます。皆さんと共に2020年もよろしくお願いします。それでは良いお年を。